ビットコインがね、1日で2万5000ドル台から2万8000ドル台へぶち抜けたってことでね、今日1日中もうグレースケールってちょっと聞き飽きてるかもしれないんですが、アメリカのね、連邦裁判所が SEC の決定を裁判所で覆したということで、かなりねビットコインは大きな着火剤としてねドカンと上がってったんですが、まあそれだけじゃなくてね、昨日発表されたアメリカの求人件数もですね、かなり大幅に下回って、あれアメリカの景気後退かなり見えてきたんじゃない、少なくても年内の利上げってなくなりそうだよねっていうような観測があってですね、アメリカの米国債利回りとドルが下落して、で株価ビットコインがドカンと上がったわけですけど、まだね今夜から3日間アメリカの重要な指標がどんどん出てくるので、ちょっとまだ油断はできないかなっていう感じはしてます。ただもしかしたらそのこの3日間のね数字が予想よりも大幅に下回ったり、アメリカのね景気後退がまたさらに見えてくるようであれば、ビットコインにとってかなりいいポジティブな材料にもなると思うので、そこのあたりとビットコイン、イーサリアム、XRP、ドル円などテクニカル分析もやっていこうと思います。まずね昨日の振り返りなんですけど、ビットコイン日足で昨日は大陽線を作って、確定してますね。2万5000ドル台からですね約2万8200ドルまで、8% 超えの上昇ってことで、まあ、1日でねこんな大陽線を作ったわけなんですけど、ここで2週間以上、かなり揉み合いが続いて、下行くのか上行くのかっていった方向感が全く見えない状態だったんですが、昨日の ETF に関するグレースケールの勝訴ということで、かなりねポジティブなファンダがあってのビットコイン上昇になりました。で8月29日の判決でですね、アメリカの連邦裁判所が SEC の決定を覆したわけなんですけど、今回のグレースケールがね提案していたスポット ETF がですね、もう前に SEC が承認した先物 ETF と実質的には一緒だよねっていう判決が下されたわけなんですよね。今後ねそれがスポット ETF の前身となってですね、かなりこれはすごいニュースなんじゃないかということで、多分マーケットがかなり反応したとは思うんですが、ただねやっぱ SEC が今後上訴してくる可能性もまだあるみたいで、しばらくはねもしかしたら SEC と ETF の申請側の対決がちょっとしばらく続きそうですね。昨日同じタイミングでアメリカの求人件数がね約2年ぶりに低水準になったということで、市場予想よりも大きく下回ったんですね。でアメリカの求人件数のチャートを見ても、2021年のちょっと前ですねの数字、まあ8ミリオンぐらいまでの数字までかなり今落ちてきてるので、まあ、景気後退がね結構今数字に強く現れてきてるということで、年内の利上げ懸念っていうのが今減ってですね、まあ、金利ドルが急落、株価っていうのが上がったっていうのが昨日の出来事でした。でアメリカの米国債10年利回りを見てもですね、で去年の最高値 4.3%、 もうほぼ、同じぐらいの数字でですね、まあ、更新できずに一旦下落してるということで、もしかしたらここがもう一旦頭打ちじゃないのかっていうことも今言われててですね、ヘッジファンドの中でも米国債の、ショートポジションっていうのが今急増してるそうなんですよ。なのでまあテクニカル的にもね一旦は、上がりすぎた利回りの下降調整っていうのがしばらくは続く可能性も出てきたかなとは思ってます。でフェットウォッチ見てもですね、今後の政策金利の予想もマーケットの中では年内の利上げの可能性っていうのはだいぶまた減ってですね、一旦は年内はそのまま一旦利上げ停止っていうことが続きそうっていうマーケットの予想が結構強まってますね。ただあくまでもマーケットの予想なので、 FRB のパウエル議長がですね今後の金融政策をどう決めていくか、利上げ利下げをどのタイミングでやっていくかっていうのはまた直接のね発言なり会合とかでまた見えてくると思うので、一時的な今回はマーケットの盛り上がり予測での揺れっていうことも全然あり得るなとは思ってます。ビットコインもフィア&グリード見ると49ということで、結構ねニュートラルめに最終心理としてはなってきてるのかなと。ビットコインの日足チャートを見てもですね、
過去この1年で、強く意識されてた 200MA をですね、大きな陽線で、突き抜けてるんですよね。で、一旦はこの上昇トレンドラインとレジサポ転換を起こしたこの水平ゾーンですね、 28,300ドルの交わるとこで今、利確売りとかショートが入ってきてますけど、ここの 200MA を、強く突き抜けたっていうことはテクニカル的には結構ポジティブかなと思ってます。やっぱね、今年1月からかなりこの 200MA っていうのは意識されてるラインではあったので、ここで結構ねショートが入ってきたり、ここで一旦下落っていうのは十分ありえたんですが、かなりファンダ的に強い要素があったので、大きく突き抜けたということで、この 200MA ですね、3月のこの力強い上昇によって 200MA を突き抜けた時のようにですね、この 200MA で一旦はまた買われてサポートとなれば、また再度 28,000ドルアタック、もしくは前回高値の3万ドル前後ぐらいまではトライする可能性も出てきたなと思います。ただマクロで見た時にですね、一旦エリオット波動で見ると1波2波3波4波5波ということで、5波の上昇は終了しているとの見方もできるので、5波終了後の下降調整1波2波3波ということも、この先、上値が結構重くなった時に考えられるシナリオかなとも思います。エリオットの5波下降3波を、もしくは下降5波を見てるトレーダーは結構ね、ここで強い売りを入れてくる可能性もあるので、これからね、さらなる上昇があったとしても少し売りの圧力に対しての警戒は強まっていくかなとは思います。逆にここで、ショートエントリーダブルトップのネックライン抜けとか、反発を見て、ショートエントリーすることもありだとは思いますが、ファンダに対してちょっと逆張りしてしまうと痛い思いすることもありえるので、そこはねファンダも見ながら慎重に見ていきたいなと思います。で、今日からねまた ADB 雇用統計とか、明日はPCE のデフレーターですね。で、あさって金曜日は、アメリカの雇用統計っていうのがもう連チャンで続いてくるので、プラス、月末っていうこともあってテクニカルがねなかなか効かないこともあると思います。このままアメリカの経済指標の結果がねマーケットの予想よりはるかにまた下回るようだったら、利回りドルの下落に対してまたアメリカの株価とビットコインに対してかなり追い風となってまた上昇ということもありますし、逆に結果が大幅に上回った場合ですね、まだまだアメリカの経済強いなということで、また年内の利上げ観測が高まってですね、金利ドルがまた上昇を継続して、ビットコイン米株っていうのはまた反落してしまう、もしくはもう全戻しっていうことも十分にはあり得るので、この3日間っていうのは特にアメリカ時間ですねは指標を注目しながら注意した方がいいと思います。で、やはり昨日の上昇っていうのはもちろんグレースケールとかポジティブなファンダ要素があったんですが、ここで入ってたショーターの損切りっていうのも刈り取られての上昇ということももちろんあったと思うので、必ずねトレードの際はストップロスを決めてバイアスをかけずに、なるべく利確はですね深追いせずに、取れるとこはサクッと取るようなトレードの方がこの1週間は向いてるかなと思ってます。昨日のかなり力強い上昇もあって、これからまた押し目買いでロング入りたい方もいると思うんですが、僕はですねアメリカの経済指標次第ではありますが、フィボナッチ引いてこの 38.2% と短期 MA の反発とトレンドラインですねの抜けで、小さくですね 23.6 でまた反発が入る可能性もあるので、あまり深追いせずに値幅も決めて、例えば 23.6 まで取っていくとかですね、もしくは 38.2 も下抜けるようだと、このまま 61.8、78.6 までの下降ということも十分にあり得るので、まあ、そこでまた買い場を探していこうかなと思います。ただね XRP のように全戻しっていうことも全然ありえるとは思うんですよね。なのでブルトラップにですね注意して、しっかり反発やダブルトップダブルボトムとトレンドラインブレイクとかですね、 MA の短期足の MA のサポート見ながら、しっかり慎重に取っていくことが、まあ、今の相場では結構理想かなと思います。昨日のねグレースケールの勝訴もポジティブなファンダとしてはかなりいい着火剤ではあったんですが、
それがね、燃料がどこまで今度は持つかどうかですね。このままビットコインに対してポジティブなファンダが出てきたりですね、アメリカの経済がかなり弱まって景気後退が結構見えてきて、利下げのまたタイミングもね少しずつ見えてくるようだと、ビットコインに対してもかなり追い風ではありますが、9月はね、なんかドルの強気派にとってはかなり味方する月だって言われてるみたいで、過去6年連続でドル相場っていうのはかなり強いみたいなんです。2017年からの月別のドルのパフォーマンス見ても9月って圧倒的に強いんですよね。で、9月といえばアメリカのね、レイバーデー、労働者の日っていうのもありますし、夏休み最後の連休ということで、まあ、アメリカで言うとね、学校の新年度だったり、投資家の中でも、まあ、新年度ということで、結構ね、投資テーマっていうのがまた新年度向けに変えられたりですね。まあ、9月っていうのは結構株の、供給が増えたり、まあ、需給関係っていうのが結構ね、今までとは違って崩れやすくなったりするっていうのもあるので、特に9月、今回は第1月曜日、9月4日ですね。そこのアメリカのレイバーデーっていうのも、少しちょっと警戒しながらですね、アメリカ経済のファンダも追っていきたいなと思います。で、ドルもね、昨日かなり大きな下落があってですね、一旦は1時間足の 200MA で反発してますね。で、あれほど大きな下落があったにもかかわらず、また半値戻ししてるので、やっぱドルの強さっていうのはまだまだあるなっていうことで、9月はリスク資産よりも、まあ、安全資産のドルとかに資金が流れやすいっていうこともあるそうで、やはりこのドルの強さっていうのはかなり手強いなっていう感じはしてます。で、テクニカル的にも一旦の大きな天井圏っていうよりもまだちょっと上値の余地がありますので、日本政府の為替介入っていうのがない限りはしばらくね、大きく落ちてもまた買われて上がってくる相場っていうのが続く可能性は高いかなとは思います。145円を完全に下回らない限りはまだまだ上目線なので、為替介入にも注意しながらですね、大きく下がったらまた買い場を探していくようなトレードシナリオで僕はドル円は見てます。続いてイーサリアムですが、下降トライアングルを上抜けということで上にブレイクアウトしてですね、 200MA に一旦抑えられて調整が入っているような状態です。ファンダ次第ではありますが、ダウ的には高値安値っていうのが今切り上がって短期的に上目線に転換したので、まあ、落ちたら買うような方向で見ていこうと思います。このトライアングルのトレンドラインで一旦レジサポ転換する可能性もあるので、この下降トレンドラインっていうのもちょっと注目ポイントかなと思ってます。ここでね、綺麗に反発してくれればまた買い場が来そうではありますが、売り圧力とまあ反発を見ながらまた買い場のチャンスを見ていこうと思います。次 XRP なんですが、上昇トレンドライン一旦抜けてしまいましたが、ヒゲで戻している状態ですね。で、 200MA の上に今回帰してきてますので、 0.55 の強い、水平レジスタンスを突破するまではまだちょっと買い場来てないかなと思いますが、この 0.55 の水平レジスタンスをですね、大きく抜けるようであれば買い場が来そうな感じではあります。安値も少しずつ切り上がっているので、大きなまた上昇、特にポジティブなファンダがあればですね、前回高値の 0.8 ぐらいまでの上昇は十分にあるかなとも思ってます。で、ちょっとここでお知らせなんですけど、今ね、紹介したビットコイン、イーサリアム、XRP とか、まあ、米株、ドル円、すべてね、一つの取引所だけでトレードできるっていうのが、この FXGT ですね。で、新規登録ボーナスがアップしてですね、今、口座開設と登録するだけで2万円もらえるキャンペーンをやってます。この FXGT、すごいのが手数料無料で、ゼロスワップで、最低5ドルから、入金できるということで、まあ、入ればもあるし、日本語のサポートもかなりしっかりしてるので、ぜひね、まだ口座開設してない方、ちょっとトレードにねチャレンジしたい方、またこのねビットコインがこれから、ファンダ次第ではさらにまた上がっていく可能性もあるので、まあ、これを機にね、一応一旦口座開設して新規登録ボーナスをもらっといて、その2万円でまたちょっとねトレードするチャンスを持っとくっていうのも結構いい手かなと思ってます。それに合わせて今は 100% 最大8万円までボーナスがつきますので、例えば5万円入金した時にプラスまた5万円がもらえちゃうんですよね。なので、まあ、新規登録と入金
をすると結構な額のね、証拠金になりますので、ぜひねまだの方は概要欄リンクより口座開設してみてください。ということで今週はねアメリカの経済指標続きで結構ねテクニカル的にもなかなかねやりづらい、乱高下する相場が来る可能性もありますので、しっかりとねファンダ経済指標をチェックしながらビットコインのね動向をチェックしていきたいと思います。ツイッターでも結構頻繁にファンダに関してとテクニカルに関してツイートしてますので、ツイッターの方もぜひフォローしてください。2時間分のね、一から学ぶトレードチュートリアル動画を作りましたので、そちらも合わせてチェックしてみてください。では今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。ではまた。